殿申し上げます。天下はまだ定まっておりません。私のことはお気になさらず、殿は殿の大義に従い、突き進みくださいませ。メゴ、ご安心ください。二つのお守りがありますから。二つのお守り？一つは会見、いざという時この見守り抜きます。もう一つはこれです。京に出立する折に殿からいただいたお守り。殿の心宿る幼き折固め失い、醜き己を忌み嫌った。だが知った、筆一つでつながる、筆一つで広がる、筆一つで開ける歌を読むことで己の心と向き合い、文を書くことで多くの者と思いを分け合った。私一人ではどこへも行けぬ。ここでただ生きることもままならぬ。筆は刀に勝るとも劣らぬ。私の武器となった。その始めをメゴに託そう。あなたのこと始め大切にいたします。あなたの物語ここにしまって